3.18事件は1926年3月18日に中華民国の首都北京において発生した反軍閥、反帝国主義デモ運動に対する弾圧事件。この日を指して中国人作家路人は3月18日民国以来最も暗黒なる日と呼んだ。1920年代半ばに法典派の調査クが北京政府の覇権を握り、 軍閥間の構想が収束に向かいつつあった一方で、全土での戦乱は続き、内政の混迷が見られたことから、国際的信頼は失われており、中国の主権回復はなかなか進展を見なかった。さらに、北京政府の姿勢はむしろ、日本等の列強政府からの支援を得て、権力を維持することに注力しているかに見えた。1925年11月に、東北地方において、 反射サグ戦争がソビエトの支援を受けた国民軍と日本の支援を受けた法典派との間で発生した。1926年初頭までには国民軍側が不利となっていき、3月8日には天津の防衛のために大古加工を封鎖、春節した。3月12日には法典派の攻撃を支援するために日本軍軍艦が大古砲台を砲撃し、 港を護衛していた数名の国民軍兵士が死傷した。これに対する報復として国民軍は反撃し軍艦を天津港の外に追い出した。この行動を日本側は1990年に義和団の乱後に締結された北京議定書への違反行為とみなした。4日後、北京議定書に署名した8カ国の大使が連名で通告書を 断気髄支配下の北京政府に当てて送った。その要求は、男性権が大古法台における防御機構をすべて破棄するというものだった。1926年3月18日に、鉄獅子フ筒トンにあった断気髄の市政府の外に集まる学生と兵士たち、学生を主体とするデモ活動は3月18日に、天安門の前で展開された。デモのリーダーである、 李大将は大衆の感情に訴える演説を行った。李は通告書を送った外国大使の追放を呼びかけるだけでなく中国と列強との間で結ばれたすべての不平等条約の撤廃を訴えた。北京政府が帝国主義からの今後の侵略行為に立ち向かおうとしていないとして当時公衆を拠点としていた国民党軍にその対応を呼びかけた。その後のデモは 北京政府本部の前の広場まで行進した。状況の不安定化を懸念していたダン、段ズイは武装警察軍にデモ隊を解散させるよう命じた。対立は武力行為に発展し、47名のデモ参加者が死亡し、200名以上が負傷した。死者の中には、北京女子市販大学の学生、劉ュチンなどを含んでいた。デモ隊リーダーのリも負傷した。当時、 断基髄その人も事件のあった広場を訪ね、デモ参加者の遺体の前でひざまずいたと伝えられている。共産主義者及び民族主義者のデモ主催たちは事件後に追及を受けることとなった。調作人も市内の多くの学校において国民党、または中国共産党に関連する書籍や雑誌を創作するよう指示した。多くの民衆からの圧力に押されて、 男性権は緊急閣議を開き、事件の責任者の処罰を求める決議を可決した。同年4月には、男性権は国民党軍に追放された。事件後、多くの記念碑が建設されている。記念碑のうちいくつかは、聖火大学や北京大学などの名門大学内にも置かれている。露人、花泣バラの2、露人全集4、あゆ隆役、学習研究者。 1984年298から302ページ。久保通る、土田哲夫、高田幸夫、井上久夫、中村元成、現代中国の歴史。第2版東京大学出版会2019年。ISBN 978から4から13から022026から2。路人、龍和鎮君を記念する、路人全集4、愛浦隆史役。 学習研究者、1984年310から317ページ。ありがとうございます。